ユニクロってさ、よくくくく、行く行行く結構安いし安いよね、うん、でも品質ってどうなのかな、うん、どうなんだろうちょっと専門家に聞いてみたくない専門家って言えばやっぱ MB さんじゃないじゃあ MB さんに聞きに行ってみようはい聞きに行きましょうあのこの製品表示タグを見てください見ると驚愕すすると思いますここまで追求して2990円ザラ、うん、でもそれはできないし A ちゃんでもそれはできない 早速ですが今日のファッションもユニクロなんですかそうですね <laughs> 今日のファッションもユニクロですね <laughs> そうですね15枚ぐらい同じの持ってます <laughs>、はい、15枚ですかこれ今年の多分 SS の中でトップオブトップで良かったですねエアリズムなんだけどエアリズムってすごく着心地が良くてなんていうのかな通気性も良くて速乾性も高いまあいわゆる機能素材なんだけど機能素材って機能が高いんだけどその分デメリットもあって化学繊維なんでいわゆる 表から見た時にやっぱり化学繊維風な印象しか出ないっていうか安っぽい感じが出ちゃうんですよねそのナイロンだったりポリエステルだったりとかそういうちょっと安っぽいような風合いが出ちゃって天然素材みたいなコットンとかウールみたいな風合いで出ないんですけどこれ表側はコットン面で裏がエアリズムになっててダブルフェイスってていうかその表と裏でで組織変えてるんですよだから外から見ると高級素材に見えるし天然繊維っぽく見えるんだけど実は裏側ひっくり返すともう思いっきりエアリズム素材で。 接触冷感もあって機能性も高くてっていうハイブリッドなものになってるからこれ多分今後も多分ユニクロ味しめたと思うんで今後も多分続けていくと思うんですけど非常にいいアイテムだと思いますおしゃれな MV さんもでもユニクロ買われるんですねいやなんかもう結構その価値観がもう多分古くなってるような気がしますよ逆にもう今。ユニクロをなんていうかなケイライズる方が ダサく感じちゃうレベルというかユニクロダサいっていう人のそうそういかに洋服のことを分かってないかっていうことを自分で言っちゃってるようなもんなので、うん、僕もやっぱりアパレル長かったんでやっぱりその昔はユニクロなんて着ねえよみたいなちょっとこうとんがってた時期がみんなあったんですよ、はい、ジルサンダーとのコラボからだと思いますねプラス J っていうあれを見てあこれはもう戦っても無理なんだなって思ってそこから受け入れるようになったのが大きかったかもしれないですね 今 MB さんは肩書きの一つに日本一ユニクロを買ってるユニクロ研究家ってなぜユニクロに注目されたんですか一つはやっぱりクオリティの高さと値段の安さですよねその明らかにおかしいと思ったんですよその洋服屋さんずっとやっていてで自分で洋服お洋服も作ったりもしていてでこの価格でこれが出せるわけない っっってていうとところををやっぱりユニクロを見るとすごく思ってたんで10年前とかはまだあらがあったんですね玉石混交なところがユニクロもあったんでどうやって作ってんのかなっていう興味本位から追っかけてったもう一つはちょっとビジネス的な側面というかこれをこういうふうに切ると人から褒められるようになりますよっていうロジックを説明するわけなんですけど全国どこにいても同じものが買えるものって言ったらユニクロしか実はないんですよ 島村さんはどうなんだって思うかもしれないけど島村さんは実は全部の店舗で同じものを扱ってるわけじゃないんですねユニクロはほぼ離島のユニクロでも中心部にあるユニクロでも一部限定商品はあるけど全部だいたい同じラインナップになってる説明してすぐ手に取ってすぐ実践できるっていうところがものすごくこう僕のコンテンツにおいては親和性が高かったからユニクロをそこで注目し始めたっていう結構そのユニクロの商品開発の人とも 飲みに行ったりととかか取材いいうすすごい情報を仕入れてるんですよねそうですね多分初めは僕ユニクロで買ってはいけないとかいろいろ書いてたんで「はい、なんだこいつ」みたいな感じで思われてたと思うんですけど商品開発の方からありがたいことに「買ってはいけないよ今後も書いてください」ってすごい言ってくださったんですよ、はい、根拠のある話をしてくれるからあれを読んで商品開発に実は反映してる面もあるんですって、はい、でまだ全然そんなに名前が売れてない頃におっしゃってくださったから。 あこの人たちも真剣にやってるんだから僕も真剣にやんなきゃなって思って。 買っっっててはいいいけなななもものがなかかたらもちろん書かないん書ですよ僕無理やり書こうとは全然思ってなくてそれは彼らに失礼だからだから年々書けなくなってきてるんですよあの買ってはいけないものがなくなってきてて昔ひどかったんでホン5年前のユニクロの買ってはいけないの記事とか僕読み返すとすごい面白いけど「スター・ウォーズ」のヨーダがブワーって並んだチェックシャツとか <laughs> 誰が買うんだこれみたいな最近はやっぱりクオリティが全体的に上がってるからなかなか書けなくなってきてて本当はユニクロからお金もらってるんじゃないですか俺がすご すごくててお金ははななっいのは当然なんですけどユニクロからお金もらっちゃうと基本的に公平な記事書けなくなっちゃうんで、はい、まあユニクロすごくてあのご飯食べに行っても割り勘なんですよ、はい、<laughs> まあ僕のその仕事のやり方に配慮してくれてるのかそれともお前に出す金はねえと思ってるのか分かんないですけど、まあ、本当にその,その辺は公平にやってくれてますね。はい ちなみに MB さんは年間でいくらくらいユニクロにお金かけてらっしゃるんですか、えーまあ、1000万はかけてないと思うんだよな多分でも数,数百万はかけてるはずですね年間で数百万は多分ユニクロ買ってる<う>じゃあ、ぜひ忖度なしでユニクロの服が本当に質が高いのか教えてください、はい、あと、買うべき服も教えてくださいお任せください、お願いします,しま,すまずはスウェットプルパーカー、はい これはもう本当にユニクロのすごさを紹介する時に僕結構筆頭で説明するやつなんですけれどユニクロはですねこれ商品開発の人から直接お伺いしたんで間違いないことだと思うんですけれどもユニクロはこのパーカーを作る時まずやったことっていうのは市場で売られてるパーカーを。 ことごとく買って集めたらしいんですよどでどのパーカーが一番かっこいいかっていうのを調べたらしいんですね <laughs> そこで一つの結論が出たんですねユニクロ側でなパーカーを着る時にパーカーって何が一番かっこよく見えるのかどのパーツが一番重要なのかフードだと結論が出たんですよ彼ら、えー、の中で、ね。なぜですか なぜかというと、フードが大きく立ち上がっていると、かっこよく見える。で、それは僕もさんざん自分の書籍の中で言ってることなんですけれども。フードが大きいと、立ち上がっていると、何がいいかというと、当然、こ、小顔に見えるわけですね。じゃ、あ顔がちっちゃく見えると、なんで綺麗に見えるのか、なんでかっこよく見えるのかっていうと。まあ、八頭身っていう言葉があると思うんですけど、僕らって、体のサイズが綺麗だなとか、シルエットが綺麗だな。あの人、体型綺麗だなって、どこで判断してるかって。頭の大きさで、無意識に測ってるんですよ。 ですね、つまり頭がちっちゃくなれば簡単に手足って長く見えるんですよなるほどじゃあユニクロチームはあじゃあ簡単だとでこれそれがこれなんですけれどもあのフードの部分を2枚重ねねにしてるんです、ね、こうすると立ち上がるんですけどボディ部分はこう裏返すとこう裏毛になってるじゃないですかでもフード部分は裏毛になってないこれ2枚重なってるんですよなるほどなるほど2枚そう生地が2枚重なってるから当たり前だけどボリューム感が出て立ち上がる 大きく見える、まあ、それだけの話なんですけどここで問題が生まれたわけですです洗って干したときに当たり前だけどここ2枚分になってるから。 ここだけ乾乾かかなないいんですよ乾かないそう生乾きそうですよねいつも乾かないと思いますそんなの言っちゃえば僕からすればですね長い時間干せばいいじゃんってそれだけ解決する話じゃないですかです、ね、彼らはライフウェアっていうところ日常を使ってストレスなくっていうところをすごく大事にしてるから洗って同時に乾かない生乾きになりやすいパーカーっていうのは許されるのかって考えて <laughs> 洗って干した時に同時にちょうど乾くぐらいの。 方法を模索しようとしたんですよで、どうなったかっていうとぜひですねこのパーカー手に取ったらあのこの製品表示タグを見てください、はい、普段見ないですねそ絶対見ないと思いますけど見ると驚愕すると思いますなんとフード裏だけ素材変えてるんですよ化学繊維混合させてるんですよ そうすると速乾性が高くなって洗った時にちょうどよくボディと乾くようになってるんですよ一緒になるほどここまで考えてフード作ってるメーカー他にあんのかなっていうぐらいでこれもここまで追求して2990円ですからすごいなと思いますねまあ普通にこれが例えば1万円のタグつけてあのセレクトショップとかで並んでたらまあ そんなもんだろうなって僕は思うと思います。毎年のそのマイナーチェンジとかもう毎回良くなってきてるんですか？そうなんですよ。あのー、結局彼らっていうのはさっきも言った通りだけど、10年20年長いロングスパンで売っていかなきゃいけないっていうことがあるので、そうするとトレンドに反映できないっていうデメリットも出てくるわけですよね。例えばそのザ a とか A チャンデっていうのはその各トレンドシーズンのトレンドに合わせて小ロットでボン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 数多く出していくってビジネスモデルだけど、ユニクロっていうのはヒートテックとかカシミヤとかこのパーカーもそうだし。 デニムもそうだしもう10年20年と同じ商品をやらなきゃいけないそうするとトレンド感が失われてて、じゃあトレンドどこで表現するかっていうとサイズ感で戦ってるんですね皆さん気づいてないと思うけどユニクロのスウェットパンツって毎年毎年裾幅変わってるんですよ1センチずつあの細くなってったり逆に太くなってったりとかあと靴下とかも ちょっとずつ幅が変わってったりとかものすごい細かい調整を何度も何度も繰り返してるんですねそういうサイズ感の調整だったら同じ素材使って同じデザインだけどトレンド感を反映できるっていうことだからその辺は多分ものすごく注力してマイナーチェンジっていうのを意識してると思いますねこのパーカーもポケットがなくなってるんですよねそうですそうですあのこのカンガルーポケットって言われる手突っ込むやつですね手突っ込むポケットがあったりなかったりするんですよ今回のものはなくてこの サイドのこの縫い目に合わせてポケットをつけているスリットポケットなんですけれどもそういう細かいところもしっかり追求してやってますこれはじゃあ世の中が少しカジュアルよりもちょっときれいめになってきてるとかそういうのに合わせてるってことなんですか、ね、おっしゃる通りですね、まあ、今だとデニムよりもスラックスみたいなブルゾーンよりもジャケットみたいなちょっと綺麗なあなテイストが強くなってきているのでカンガルーポケットじゃなくてスリットポケットでちょっとこう大人っぽくっていうところは多分意識されてるんじゃないかなと思います買っちゃいそうだな何色も <laughs> 昔はね本当にあのユニーカー カラーみたいなユニクロ独特のその発色みたいな安っぽいなっていうのもあったけど最近はそういうのがないですよねちゃんと本当ブランド品みたいなトレンドっぽいカラーリングを意識して頑張られてるしまあ多分本当に悔しいんでしょうねバカにされるのが。 色が安っぽいよねとかって言われるのに対しての反骨精神が多分すごいと思いますね商品開発の人たちと話しすると彼ら本当に福オタクなんでへえそうなんですねあ本当に福オタクですよ福オタクってどれぐらい服のこと好きなんですかオックスフォードのシャツとかもこれはアメリカのどこそこのブランドのこの何年代のこれがディティールの元になっていてあの時のアメリカってこういうぐらいの着丈だから僕らはあえて着丈を短くしないでこのぐらいの長さにしてるから出るんですけどそれがかっこいいと思うんですみたいな でもそれがなかなか伝わらなくて無印さんはちょっと短くしてそっちの方がいいって方ももちろんいるんですけどその辺はやっぱりファッションの歴史見るとこっちの方が僕らは正しいと思ってるみたいなよくそんなことを1900円のシャツに込められるなと思ってすすごいいと思いますそれでも知らないとユニクロちょっとでけえよって思っちゃうだけですよね <laughs> だからこそ僕,僕みたいなのがちょっと頑張って説明しないとっていうハブにならないととは思うんですけどね。 MB さんアンクルパンツってよく履いてる人いますけど、はい、そもそも何がいいんですか 2>, 2年前かなくるぶし出していきましょうっていう CM を打ち出してその前からトレンド的にはアンクルくるぶしを出して細く見せるっていうのは流れとしてはあったんですけどやっぱりユニクロがその辺後押しした感じではありますね簡単に言うと細く見えるんですよ下半身がパンツの裾って一番大事なところなんですよ 何でかっていうとコーディネートにおいて目立つところと目立たないところって当然あるんですけど我々立体の世界で生きてるから必ず目線とこう動くんですよね動くってことは止まる場所が存在していて当然止まる場所が目立つんですでは視線が止まる場所ってどこなのかって言われると先端なんです顔周周り腕り腕 そして足回りなんですねおしゃれをするとき足元からなんて昔の言葉がありますけどまさにその通りで裾って注目が集まるそしてその注目が集まるところに下半身で一番細い足首が露出してるということは全体が細く感じるっていう算段なんですよ。なるほど 日本人の男性って割とこう足太い方が多いんですねまあ民族的な特徴だと思いますけどなので日本人のその特性っていうところをお尻周りだったりとかもも周りはゆったりさせてストレスないようにするんだけれどもダボダボじゃなくて細く見せるっていう我々の体に多分すごく適してるからこそこうやってトレンドにすごくなって浸透してるのではないかなというふうに思いますなるほど、はい、でもいろんなブランドがアンクルパンツ出してますけどその中でユニクロが やっぱりこの価格でそのトレンド品っていうのを提案したのが早かったから天下取れたっていうのはあると思うしあとは素材感ですよねほとんどこうウールに見えるんですよに。本当そうそうスーツで使ってるウールに見えるじゃないですかでも実際は化学繊維なんですよねそ,うその辺がすごく上手ですよね何がいいかっていうと当たり前だけどウールって美しいものだしかっこよく見えるし高級感あるんだけれども洗えない シワがつきややすすすいいいいいテカリやすいみたいのがいっぱいあるわけですよ天然繊維と化学繊維比べた時に当たり前だけど形状を維持することができるのは化学繊維の方で人間が作った素材の方なんでただその代わり化学繊維を使っちゃうと,ちょっとスポーティーな印象になったりとか安っぽい印象が出てきちゃう、まあ、このデメリットデメリットがあるわけですよね、はい、でここを見事に融合したのがこのパンツだと思うんですよね化学繊維なんだけど本当に天然繊維ウールずらしてる そうでストレッチ性も高いからウールよりも着心地が良くて、あのー、無理しなくていいそして洗濯機にぶち込んでもいいっていうこれ洗濯機に入れても大してシワ残んないんですよ今年のモデルは特に確かそうだったと思うんですけどこのセンタープレスセンタープレス消えるじゃないですかそうこれね樹脂加工してるんじゃなかったかな今年は。 消えにくくしてるんですよそうだから何回洗っても何回履いてもセンタープレスがなかなか消えないような仕組みになっていたりだとかあとは最近はまあいい加減みんなこういうのを他のブランドも出してきたんでユニクロは今度はジャージ素材でもっと着心地よくしてさらにその素材感っていうのも柄クラシックなスーツで使われる柄とかを使ってちょっと差別化を図ったりとかそれでも値段はそんなに変わらなくてやっぱ2,990円って安い金額で買えるってここまでできてるのは他のブランドだとちょっと難しいかもしれない 美しいスラックスを使いやすく耐久性高く作るっていうのは結構悲願だったと思うんでも素材に対してコストが安い価格が安いっていうのはユニクロのイメージあるんですけど、はい、やっぱりちょっとデザインがいまいちなんじゃないかみたいなイメージもあって、うん、そこはどうなんですかこのパンツっていうのは。 そうですねやっぱりそのデザイナーズブランドとか本当にデザインってトレンドデザインっていうのを追っかけてるブランドからするとやっぱり甘いところはあると思いますアンクルのパンツだと裾が細い方が当然こう下半身細くすっきり見えるわけなんですけどあんまり細くしすぎちゃうと、まあ、例えばおじいちゃんとかが履いた時にこれは自分のサイズじゃないなって思ったりするわけじゃないですかそうすると幅広い人に客層に売れなくなっちゃうから数が担保できなくなるまあだから本当に最大公約数的なものづくりをしてますよね、まあ、誰でも喜ぶような本当におしゃれが 大好きなな人でもこれなら許せるでおしゃれ全く分からない人でもこれなら履けるっていうところ本当に番人が着こなし次第で美しくできるような本当にこうちょうどいいところを狙ってるっていうのは頑張ってると思いますね確かに細くしすぎると若い人しか買わないから数が出なくて2,990円では売れなくなるっていうことですね。 もっとと完璧だと思うんですけど、ね、僕これそれ原稿で書いたんでそこに切れ込みが入ったら僕の仕業だと思ってください <laughs> ですここに V の切れ込みが入るとあのジャストサイズで入ってもシワがこう寄らなくなるんですよこ,ここに入るだけでシワを逃がしてくれるんですねで高級ストラックスとかだとここに切れ込み入ってるんですけど意外と難しいんですよここに切れ込みを入れるのって高知に高くなるんですよ一手間かかっちゃうんでやりたくないんだと思うんですけどでも 印象変わるんでやってっててほしいいな書たから次変わってたらまた読んだなって期待してるんですけど <laughs> 次の服は感動ジャケットと感動パンツなんですね上下合わせて1万円弱これは安いですねめちゃめちゃおすすめです5990円がジャケットでしょでパンツが3990円上下合わせて1万円しないわけですよ 恐ろしい価格設計だなと思うんですけどこれねコロナ禍で結構売れたらしいんですよ。 ズーム会議するときに T シャツってのもおかしいからじゃあどうしようって考えたときにでも家でスーツ着るのもなっていうところでこの感動ジャケット感動スーツ売れたらしいんですけどジジャージみたいなな素材感なんですよね結構伸縮性もあって着心地も本当にカーディガンみたいなジャージみたいなあのライトウェイトなあの着心地でですね見た目はあのウールライクなんだけども実はえジャージみたいな実は着心地がいいジャージカーディガン風みたいなところって、まあ、ユニクロの,その得意技だとは思うんですけど。 けれども、そこでとどまることなくて、この中の中でセミオーダーサービスを始めたんですよね。うんうん、これセミオーダーなんですけど、えっと注文して3日だから届くんじゃないかな。これ注文してまさに3日できました。ですよね。セミオーダーで3日で届けられるのって多分世の中どこ探してもユニクロだけだと思うんですよ。普通どれくらいかかるものですか。基本的には1ヶ月ぐらいかかるかなっていう感じ。 なんですけどそれを3日でやっちゃうこれどういうことかっていうと実はこれセミオーダーじゃないんですよ全部の考えられうる全てのサイズをもう作ってあるんですよなるほど 135とかそのぐらいのサイズ考えられるその袖のそのセンチを例えば1センチごとで作ったりとか肩幅1センチごと作ったりとかって考えていくと百何十種類みたいなサイズ展開になるわけだけどそれをもうあらかじめ作ってあって注文したら出す逆に普通のブランドは何でそれやらないのかっていうと当たり前だけどそんなことできないんですよ。在庫リスクが高すすぎるんですね、うん サイズの種類が増えれば増えるほど在庫リスクって増えていくんですよつまり物が売れ残るリスクが増えてきちゃうんですところが百何十サイズって極端に増やして在庫リスクを背負ってでもやってるっていうのはいかにユニクロが販売力があるかって話だと思うんですよね大資本じゃないと絶対できない話だと思いますねそそれこそゾゾが いろんなあのマスカスタマイゼーションとかいってはい,、はい、いろんなサイズを出しましたけど、はい、サイズの展開が1000サイズあるみたいなことをやりましたけど恐らくとんでもない在庫になってるんじゃないのかなと思いますねなかなかできることではないんですよじゃあもう今の時代はスーツもユニクロで全然 OK なんですか、うんうん、スーツ仕立てるんななならやっぱり専門店に行くべきなのかなって思ってたんですけど。 うんいやさすがに、まあのー、本当に完全なオーダーとかをユニクロができるとは僕は思ってないですしやっぱりちゃんと測ってちゃんと仕立ててっていうのは技術が必要だと思うので、うん、まあその辺やっぱりそのユニクロにいる販売員さんがそれが確実にできるかって言われると結構難しいことだと思うんですねだからこれ以上進むんであれば難しいと思うけど。うん まあ本当にこう肩が広くて困ってます袖が足りなくて困ってますぐらいの不満を解消するのはできると思いますねあとはその共存というところも考えてるんじゃないのかなと思いますけどね その本当にいいものっていうのは確かにあるから、そっちはそっち、うちはうちっていう感じの区分けはも見てると思いますけどね。ちなみに、そのスーツをかっこよく着こなすポイントというか、何かそのコツってあるんですか。間違いなくサイズ感なんですよ、スーツって。洋服の要素っていうのはデザインとシルエットと素材色、この三つしかないんで。シルエットでしかスーツっていうのは差別化できない。じゃあ、どういうふうに差別化するかって言ったら。やっぱり綺麗に自分の体に合ったサイズ感を選ぶっていうのは一番大事で。 特にあの大事なのはどこかっていうとやっぱり先端部分ですよね袖が余ってないか短すぎないか着丈が長すぎないか短すぎないかパンツの裾が長すぎないか短すぎないかこの3箇所を徹底するだけで安いスーツでもかっこよく着こなすことができます。この感動、えー、ジャケット セミオーダーは袖と着丈が調整できたんですけどまさに先端にこだわってそこだけ調整できるようにしてるってことですそうですそうですだから最低限度のところで美しく見せられるようにっていうことをユニクロもちゃんと分かって提案してるんだと思いますねじゃあまとめるとユニクロの商品は質が高いっていうことでいいんですかはいいいい間違いなく高いと思いますねもう 本当にまあ、そうですねそのユニクロの生産システムがもうそれを体現していると思うんですけれども数を作ってロングスパンで売り続けていくだから単価って安くできるよねっていう,もうでも誰もそれっってでできななかったことなんですよあんまりピンとこないかもしれないんですけどファッションって同じことやってると売り上げ下がるんですよ絶対。 やっぱりトレンドを追っかけて新しいものを提案する春夏秋冬春夏秋冬の繰り返しでどん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 新しいものを提案して顧客を飽きさせないっていうことをやらないと売り上っって作れななかったものなんですよずっと定番だけやって生きていけるブランドって実はそんなにないんですね。うん そのザラでもそれはできないし A ちゃんでもそれはできないしだからああいうふうにトレンド品を作って速いその生産スピードでどん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 回転させていくってことをやってるわけですけどそれがみんなできなかったことを唯一できてる唯一ぐらいの勢いでできてるのがユニクロだと思うんですねユニクロに弱点ってないんですかね。MB さんが考える まあやっぱり多様ななデザインっっていいうののがやっぱりり提案できないのはありますよねユニクロだけで固めちゃうとちょっと着こなしの工夫がないと本当に地味になっちゃうっていうのは確かだと思う、うん、まあファッションにそこまで興味ない人は別にユニクロ普通に着るだけでそれなりになると思うし逆にある程度感度の高い人っていうのはやっぱ着こなしでそういうふうに工夫していくっていうのが必要になってくるその辺のウィークポイントはありますけどね、まあ、でもウィークポイントっていうか共存になっちゃいますよね、うん 日本のやっぱり消費者ってうるさいっていうじゃないですか。うん この市場で育ったからこそそういう追求ができたっていう側面もあるんですかね日本企業的なんですかね日本企業的だと思いますね僕はそのユニクロのもの作りって和服の精神がすごい宿ってるなってよく思うんですけれど和服って洋服と違ってデザインに近いってあ実はあんまりないんですよ<ー>和服ってみんな想像するあの形じゃないですか直線的なあの形だと思うんですけどじゃあ和服ってどこで一体差別化してきたかっていうと実は素材なんですよ織と染めで素材感で差別化してきたのが僕らの服,僕らの服 じゃあユニクロって何かっていうとまさにそれでデザインはシンプルですよねシルエットもまあシンプルですよねでも素材で戦うっていうのはユニクロじゃないですかだから日本,が出てき日本で出てきたのはやっぱり意味があったと思うし日本だからこそユニクロってあの生まれて育ったんだと思うんですよね消費者からするといいブランドに育ってくれたとは思うんですけど、はい、アパレル業界にとってはは結構なな脅威でですよね他のブランドは大丈夫なんでしょうかそうですね もう本当に無地のシンプルな T シャツとかを作るブランドは明らかに減ってますし今面白い状況にでもなっていてですねユニクロはそういうふうにシンプルでスタンダードなものをいっぱいやってるけどブランド側はじゃあどうなってるかってブランド側今すっごい面白い洋服ばっかり作るようになってるんですよだから本当ト特殊なデザインだったりとか個性的なその作りだったりとか誰も今までやったことがないようなドッキングのデザインだったりとか面白い素材使い加工だったりとか二極化して共存を図ってるからあのファッション的には面白くなってるな 個人的には思いますいろんな選択肢が出るってすごくいいことだと思うから。